アメリカ空軍 F-35A 戦闘機と中国空軍 J-20 戦闘機とが幾度となく遭遇している情報をキャッチしました。調べているうちに、この J-20 戦闘機のヤバい情報を入手しました。今回は J-20 戦闘機を中心に詳しく見てきますね。中国空軍の最新鋭戦闘機、殲20J20 は、いわゆる第5世代に分類されるステルス戦闘機で、中国での愛称は、タケシ竜、マイティドラゴンと呼ばれ、2017年3月に運用が開始されています。その第5世代ステルス戦闘機としては、2005年12月に運用が開始された F-22 ラプター、2015年7月に実用化されたアメリカの F-35B 垂直短距離離着陸型ライトニング2に次いで世界で3番目のステルス戦闘機です。世界の第5世代戦闘機とされているのは2022年6月現在において、この3機種 F-35 には派生型として通常離着陸型の A 型と艦載型の C 型が追加されているのほかには、2020年12月に運用が開始されたロシアのスホ、E-57 だけです。2022年3月にアメリカ太平洋軍のケネス・ウィルスバック司令官がミッチェル航空宇宙研究所によるインタビューの中で F-35 と J-20 が遭遇したことについて語っている。それによると、東シナ海においてアメリカ軍の F-35 形式は不明が飛行中に中国空軍の J-20 と遭遇して交戦寸前の状況まで接近したことがあるとし、 F-35 のパイロットの報告によって J-20 の性能と中国軍パイロットのデリ度について想像していた以上に高いものであったとしています。またその際に付近には中国空軍の早期警戒管制機 KJ-500、空強500も飛行していて、それらの間で統制の取れた行動を見せていたことに驚いたとして、中国空軍の実力を侮ることなく正しく評価した上で対抗策を講じるべきと指摘しました。なお、ウィルスバック司令官は J-20 の運用については J-35 のような対地対艦攻撃能力も合わせ持つマルチロール機となるのか、あるいは F-22 のような聖空戦闘機となるのかとの判断は時期尚早であろうとしています。 J-20 は中国航空工業集団公司の一つである成都比企工業公司で開発されたことから、チェングズ成都 J-20 とも呼ばれていて、中国の軍事マニアの間では死体、中国語でリボンを意味するとも呼ばれています。これは、第5世代機の中国での呼び方である、四代機の、四代、と、死体の発音が似ていることと、これらの J-20 を含む J 型として開発された戦闘機の機体が、薄く平らなリボンのような形状をしているものが多いことに由来しているのです。J-20 の開発は、1990年代に始まり、2010年の末に、成都比企工業公司のテスト飛行場敷地内で、地上走行試験が実施されたことが確認され、飛行式の軍人関連ウェブサイトに、機体の画像が掲載されたことで、その存在が広く知られるようになりました。2011年1月には、初飛行に成功したが、その機体が、電波吸収素材の塗装が確認されたことから、ステルス性の高い機体であることが確認されており、そのレーダー反射断面積、RCS は 0.025 平方メートルと推測され、この数値はアメリカ空軍が世界で初めて開発したステルス攻撃機 F-117 ナイトフォークと同程度であり、F-35 の RCS が 0.0015 から 0.005 平方メートルで、F-22 も0.0002 から0.0005平方メートルであることと比べると、ステルス性能では J
若干劣ると見られています。2016年11月1日に広東省の多摩海で開催された中国国際航空宇宙博覧会で初めて公開され、2機の J20 によるデモンストレーション飛行が実施され、中国空軍の次期主力戦闘機として開発が進められていることを内外にアピールしました。2018年9月には J20 が量産体制に入り、年間40機のペースで製造されると報じられ、2019年から東部戦区に配備が始まったとされています。なお、第5世代ステルス戦闘機では世界で初めて複座型が製作されていて、後席の乗員はロイヤルウィングマンのような無人航空機との編隊を組んだ際の完成を行うものとみられています。現時点で推定されている J20 の初舷は全長 21.2m、 全幅 13.01m、 全高 4.69m、 空虚重量 17,000kg、 最大離陸重量 36,300kg、 実用上昇限度 20,000m、 最高速度 2,500 平方km、 最大航続距離 5,900km とされ、総発のエンジンは初期型においてはロシア製デスホ E27 フランカーに搭載されているサトゥールム AL31FM に最大推力 145kN を搭載していました。しかし2021年9月に行われた航空ショーで、国産エンジンの WS10C 最大推力 147kN が搭載された J20 を飛行させ、このタイプの J20 が量産体制に入ったことをアピールしました。中国では J20 用エンジンとして WS15 最大推力 180kN の開発を進めていますが、それが難航しているためにすでに開発済みであった WS10 の推力を引き上げ、挙手状のステルスノズルを備えて J20 に搭載して2023年の完成が予想されているWS15 実用化までのつなぎとしたのです。しかし WS10C には推力変更ノズルが搭載されていないために、空中機動性において F22 より劣るとされ、中国では2022年から WS10C に推力変更ノズルを搭載するアップグレード開発が進められているとして、香港のサウスチャイナモーニングポスト紙SCMP が報じています。また J20 のセンサーにはアクティブ電子操作アレイ AESA レーダーが搭載されているが、この AESA レーダーは2000から2200個の送受信モジュールを備えていて、出力電力は 24kW に達するとされています。この数値は F22 が搭載している AESA レーダー ANAPG-77 の送受信モジュール数と出力電力を上回っているため、 J20 に搭載されている AESA レーダーは ANAPG-77 より探知距離が長いのではないかと見られています。また J20 には F35 に搭載されている ANAAQ-37 エオダスによく似た分散開口システム DAS が採用されており、機体の各部に複数のセンサーを備えているほか、機種の下面には F35 と同様に電子光学照準システム EOTS を備えていますが、 F35 の EOTS-86 が空対空空対地赤外線捜索追尾機能を結合しているのに対して、J20 の EOTS は空対空目標の補足、照準に比重を置いていると見られています。ちなみに J20 の1機あたりのコストは1億から1億2000万ドル、約132から160億円と言われていますが、2000年代の初頭では4億5000から5億元、約88から98億円とされていたもので、それは開発過程において大幅にコストが上昇したことを意味しており、
推定されている研究開発費は約300億元、約6000億円以上であろうと見られています。F-35 のコストは、直近で導入を決定したフィンランドが、1機あたり約7300万ユーロ、93億円で購入するとされていることからすると、J20 はかなり高いが、量産体制に入ったことで、現在では多少は下がっていると思われます。また、日本が購入する F-35 の価格が、1機約130億円と、J20 並みの価格となっていることを、アメリカの言いなりになって、カモにされているのではないか?などとして批判する声が、左翼政党や左翼メディアなどから上がっていますが、これは、日本での F-35 の製造に、国内企業を絡めたことが、要因となっているのです。防衛省は、主力戦闘機採用の条件として、国内企業に、機体やエンジンの生産、整備を部分的に任せることを挙げており、F-35A を選定するにあたっては、アメリカ政府とロッキード・マーチン社が、機体の最終組み立てや、検査のほか、主翼、尾翼、胴体後部の製造とエンジン組み立てに、日本企業が参画することを認めています。この条件を付加するのは、国内企業に仕事を与えて、国産化を目指す。次期戦闘機の開発に必要な技術力を維持することを目的としているためですが、そのことで、新たな設備投資やライセンス獲得費用も必要となり、そのための経費が調達価格に上乗せされているのです。そして、J20 の研究開発費が約300億元、約6000億円、以上とされていることに関して、2035年から退役が始まる F2 戦闘機の後継機種として、防衛省が開発を進めている航空自衛隊の次期戦闘機の研究開発費が1兆4000億円と見積もられていることに批判が上がっています。しかしながら、これについては、過去に多数の国産戦闘機を開発してきた中国でさえ、第5世代戦闘機の開発に6000億円以上かかっているのであるから、F-16、ファイティングファルコンを母体として F-2 を開発した経験しかない日本が、次世代、第6世代とされる戦闘機を開発するのだから、当然とする見方があります。自衛隊の装備品をすべて国産化して、調達を世界情勢に左右されないようにすることは、国防上必須であり、特に高額な装備品である戦闘機の国産開発、製造は重要で、国内企業の防衛産業離れが問題視されている現状を踏まえ、ここは多額の投資によって国内企業の防衛産業参画を促しておくべきでしょう。ロシア・ウクライナ戦争が勃発したことにより、世界中で武力や防衛力の強化が行われてきた印象があります。こうなってくると、日本も遅れを取らないようにしなければなりません。もはや、中国は、アメリカに次ぐ軍事国家と言っても過言ではなさそうですよね。ロシアは、現在、兵力や武力不足で衰退していますし、意識する本当の相手は、中国なのかもしれません。日本も遅れることなく、この波に乗ってほしいものです。